今回はですね、7月の24日、YouTube 検索でナイトライダーを出してみると、2週間前に上げたばかりの私の動画がですね、8万1000回の再生をしているということでね、チャンネル登録者数の方がやっぱりね500人ぐらい増えたんですよ。で、おや、どうしたのかなと思ったら、このナイトライダーがねかなりアクセスしてくれてるなというところでございます。で、2つ目がですね、テレビのプログラムからキャプチャーしたもので90万回っていうのがありますね。2つ目ですね。で、この90万回よりも上に出ているのは、まあ、新着だからでしょうね。で、3つ目がこれ1日前、西粟倉村の山根さんが上げてくださったやつですよね。で、これがねかなり引き付けられてますね。すごいですね。吉田さん、こんにちは。記憶を記録に、記録を記憶に、どっちだったかね、忘れましたけども、そう、水戸ね、水戸黄門ですよね。すごい有名な街だと思います。最近ではですね、水戸の、チアリーダーの方とかがものすごく有名で、 YouTube によく動画上がってきてね、とても元気な姿を見してるんだなと思いますよね。まあ一部ちょっとね、いやらしい編集をしているところもあるようですけどもね、じっくりは見ていませんけども。で、今回お話ししていこうとしているのがね、自分の体験がどのように多くの人の記憶に残るかっていうことですよね。アウトプットの仕方ですよね。先日私はナイト2000を買って、で、まだね、運転してない時に、おはようキットっていう動画を撮ったんですよ。これは完全に狙った動画ですよね。で、ナイトライダーシリーズの第1話ということでこれを撮ったんですけども、2週間でアクセス8万件以上いただいてるんですよね。昨日見たら8万1000件で、で、今朝見たら、だから6時間ぐらい後に見たら8万3000件になってるんで、かなりのね、再生数を出してるんですけども、これには私いろいろとね、第1話ということで、結構タグ埋め込みを結構したり、写真の撮り方をね、工夫したり、タイトルもキャッチにしたりとかしてるんですよ。で、最大限自分のね、これは来るだろうみたいなね、タイトルタグと、それから動画説明欄の工夫をしました。まだね、できるところあったんですけども、半分、50% ぐらいの力でね、やったかなというところですよね。完全アフィリエーターとしての手腕を発揮してみたわけなんですけども、2週間で8万件というのはね、ランキングのトップに上るレベルだったかなと思います。まあ実際そうなってるみたいなんですけども、なんかね、モーターショーかなんかが愛知かどっかであって、その大々的な公式の動画が6万再生ぐらいされてるのがね、随分前からあったわけなんですけども、それも2週間でぶち抜いてってことなんですよ。で、さすがに上位になってるのは公式の放送からキャプチャーしてきた、そんな動画があるんですよ。オリジナルのドラマの動画をそのまま載せてるやつが、あれはね2位にいましたね。強かったですね。まあ、そんな形で、なんかね、その、自分の体験とか記録をどのようにアウトプットするのか、このどのようにっていうところで、多くのファン、集客ができたりとか、商品が売れたりとかね、有名になっていったりとか、自分のアウトプットが見られたりっていうのが決まります。まあ、ですので、知らせることは知らせないといけないんで、アウトプットはしていかないといけないんですよ。で、アウトプットに加えて、アウトプットの工夫っていうのが、テクニックやノウハウになると思います。要するに、アウトプットをするっていう習慣の上、凡事徹底の習慣の上に、テクニックやノウハウが初めて乗ってくるんであって、私がね、先日、アフィリエイトで、なんか稼ぐ方法みたいな動画を何回か連続で上げましたけども、聞いてくるのはノウハウばっかりなんですよ。で、私は量産しただけなんで、ノウハウないよって言ってるんですけども、それでも、そのサイトが見たいとかね、来るわけなんですよ。なんかね、だからね、ずれちゃってるっていうか、まずは1万サイトを目指して2000、3000サイトを作った人が聞いてくるんだったらいいんですけども、まあ100個も作ったことがない人がノウハウを聞いてくるんですよね。で、ノウハウをありきでやってもダメなんですよ。やっぱり何でももうむちゃくちゃやらないといけないです。もちろんね、自分が有名人だったり影響力がある人だったら、いきなりノウハウでもブレイクすると思いますよ。福山雅治さんがノウハウだけ教わって、で、YouTube やりました。つったら、それは再生数最初から10万、20万、100万とかいくと思いますけども、我々凡人なんで、テクニックをプラスアルファしたところでね、それはね、もしかしたら一瞬の火花が散るかもしれませんけども、こいつの動画、こいつのブログは二度と見るかっていうふうに思わせてしまう人を一瞬で数万人生むっていうね、そんな反動が出るだけなんですよ。まずは、見られてないうちに凡事徹底することですよね。再生数とかアクセスがまだね、10にも満たない時に量産しておいて、テストマーケティングをするんですよ。で、その間に慣れていくとかね、作業も早くなっていくと。
そういうトレーニングの期間、凡事徹底が当たり前になるためにやっぱりね、1000、2000、5000、1万っていうのところを目指していって、それをやっていく過程でテクニックっていうのは人に聞かなくても簡単に 身についていくんですよ。自然に、あ、このタイトルつけたらなんかいい感じになってるなとか、こういう風な流れでやると最後まで読んでもらえるなっていうのが分かってくるんですよ。結局ね、私から聞いても私の体験、しかも数年前の体験が聞けるだけで、それを同じようにやったといって同じ効果が出るかどうかって言ったら、それはね、怪しいですね。同じことをして効果が高いのは量をやるっていうことだけですよ。だからどんな質なのかっていうのは、その質はね、私に関わる視聴者さんと、まあ誰々さんに関わる視聴者さんっていうのは違うんですよね。全く同じ人が見てるわけじゃなくて、言ってみれば私のライブ会場に私がステージに立って、私とその方が入れ替わって顧客が変わってないんで言ったんだったら、まだ再現性あるかもしれませんけども、私のステージはここ、あなたのステージはここと、全然動員してるお客さんも違って、場所も違って、年齢も違って、時期も違うってことになると、それはね、私の戦略がそのままスポット当てはまるわけないですよね。だからノウハウじゃないんですよ。人からのノウハウを受けてではなくて、どのぐらいの量をやるかっていうところはね、目安にしていいと思いますけども、私の方法がそのまま誰かに当てはまるってことはあんまりないかなと思います。そういう意味で私は自分の体験を販売するっていうね、要するにそれを商品として売るっていうのにはかなりね、自責の念があると言いますか、自分の体験と他の人が体験できることで結果がイコールにはならないと思ってるんですよね。うん、まあだからね、今回の動画っていうのは何を言わんとしてるのかということですけども、まあ頑張っていっぱいやってくださいってことです。どんな発信をするかなんですけども、その前にどのぐらい発信をするかが根底になくちゃダメです。これが9割です。で、量をやると大したテクニックなくても、まあそれはね、生活に困らないぐらいの収入は得れますんでね。で、そっからですよ。月収100万で足りないんだったら200万、300万目指すためにノウハウを上に乗っけてくださいってことです。だからノウハウの上に量が乗っかるわけではないってことですよね。はい、お後がよろしいようで。ノウハウの上に量が乗ってるわけではなくて、量の上にノウハウを乗っけるんだということでございます。以上です。